まずは背番号14高梨宏投手。放送席、神宮球場にいるスワローズファンの皆さん、ヒーローインタビューのお時間です。まず今日のヒーローインタビュー、高梨投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。まずは今日連敗中という中でのピッチングでした。先発マウンド、どんな思いで上がったんでしょうか。はい、なんとか連敗止めれるように、と思って強気に、投げていこうと思ってマウンド上がりました。その中で今日何度もピンチがありましたが、粘りの投球に見えました。今日どんな意識でマウンドを投げてたんでしょうか。本当に毎回、ランナーを出して、リズムが悪かったんですけど、中村さんが、よくリードしてくれて、野手の皆さんが、いいプレーで、もぎ立ててくれたので、なんとか粘って、投げようという気持ちで投げてました。そして今日打線ですけれども、初回に先制点が入りました。そのあたりいかがだったでしょうか。本当に先制点を取ってもらってすごい心強かったですし、なんとか守りきろうという思いで、投げました。そしてこれで今日高梨投手3勝目となりました。開幕からいいピッチング続いてますね。そうですね、ここ、何試合か、あまりいいピッチングできなかったので、なんとか今日はという思いでマウンドに上がったので、勝ててよかったです。昨日おとといとの連敗を止めて、今日高梨投手のピッチングで勝利となりました。ぜひ次回の4勝目に向けて強いメッセージをお願いします。はい、これからも、全力で腕を振って、なんとかチームに勝ちをつけれるような投球を、たくさんできるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。ナイスピッチング、3勝目、高梨投手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてその先制点を生み出しました山崎晃太郎選手です。ありがとうございます。ナイスバッティングでした。あの打席振り返ってください。そうですね、塩見がランナーに出て、なんとか、後ろのバッターにいい形でつなごうと、いい形を作ろうと思った結果、ヒットになってくれたので、また塩見が一生懸命走ってくれてありがとうって感じです。第2打席には、第3打席には塩見選手をその同い年送る見事な送りバントもありました。本当にいい2番の働きできてるんじゃないでしょうか。そうですね、本当に僕はクリーンアップにいい形で、繋がないといけない立場だと、今日始まる前に思ってたんで、なんとかそういうバントで後ろにいい形で繋ぐことができてよかったと思います。そして山崎選手といえば、先週ジャイアンツ戦で大勢投手から勝負強いバッティングがありましたね。そうですね、バッティングは本当に一生懸命何かことを起こさないといけないと思ってるんで、その結果がいい形になってるのかなと思います。山崎選手、今シーズン2度目のスタメンで見事な活躍、ファンの皆さん、まだまだ山崎選手の活躍見たいと思ってますよね。頑張ります。山崎選手、そして明日からは首位決戦、大事な広島との試合があります。そのあたりに向けて一言力強くお願いします。そうですね、今日勝って、多少勢いはあると思うので、その勢いをぶつけていきたいと思います。見事なスタメン起用に応えました、山崎晃太郎選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。Yeah.